日本人63人を退避させるため、昨日自衛隊の先遣隊5人が周辺国ジブチへ向け出発しました。国軍と民兵組織 RSF が国の支配権をめぐって市街地で激しい戦闘を続けるスーダン。路上に止まった戦車は炎に包まれ、破壊されたヘリコプターから黒い煙が上がります。今朝、200メートル先で空爆があり、地面が揺れました。何が死亡し、お口についてない、なんかついてる気がする。お口の下についてない。ビヨン、患者さんと一緒ですね。取れた、取れた。